14日 10から15日未明にかけてこのあたりですね天候が行われて日本列島のある方角へ向かい始めるのが分かりいただけるでしょうか一番先の予報 GFS モード4月の15日土曜日の夜8時まで見ることはできるんですがこの時の中心気圧は972ヘクトパスカル日本列島へ徐々に近づいて北上してきているのがお分かりいただけるでしょうかそして周辺の最大風速発達をしておりまして高いところですと 毎秒24メートルのところのあとのですね進路予想が非常に気がかりなところではあるんですけれども24日の夜8時この続きをですねトロピカルティビットの同 GFS モードでご覧をいただくことができます。14 夜9時フィリピンンルルソン島の東ののの東東海上にあります中心気圧ヘクトパスカルの台風1号3の候補となる東圧線日本列島がこの位置にありますが、それではこの後どのような動きをしていくのでしょうか。日本列島へ近づいては来るんですが、えー、上陸するルートではありませんね。えー、北東の方角へ向かって進んでいって、離れていくというような、今のところは人安心できる診療層となって、 はおりますがしかしながらですね16日の午後3時のあたりにですねまだ台風1号の勢力を維持したまま中心気圧980ヘクトパスカルの状態で小笠原諸島のあたりを通過していく進路予となっております一番先の方4月の21日の夜9時まで見ることができるんですがまあ昨日お伝えした動画と同様にですねマリアナ諸島 近海のあたりフィリピン海に中心気圧979百バスカルの台風2号マーワーの候補となる強圧線が早くも現れ始めております。今後の最新情報十分に注意深くチェックをしていただければと思います。台風速報。台風速報の時間がやっ で、回りました。2023年4月の6日木曜日朝4時45分30秒現在の台風1号3部並びに台風2号マーマーに関する最新情報を速報でお伝えします。ウィンディの GFS モードですね、えー。アメリカ海洋大気庁のあのクショーモデルをベースします。グローバルフォーキャストシステム GFS モードによる 大気循環の気象モデルになるんですけれども、まあ、昨日お伝えした動画ではですね、予報が良い,い方に変わったと。つまり台風1号3部の発生からですね、進路予想、それから成長の発達の度合い、若干弱まったと言いますか、日本列島へ近づいて、えー 来なくなる上に、えー、勢力が弱いまま停滞して消滅というような一連のですね、えー、動きを解説させていただいたところではあったんですけれども、ちょっとまた情勢の方がですね、2点3点、えー、コロ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 変わっております。GFS モードでやはりですね、もう、 活発な対流活動をあわらす熱帯上段の低圧部、本日6日の木曜日からですね、えー、フィリピンミンナの島の東の海上のフィリピン海、えー、パラオ諸島の近海で現れ始めております。中心気圧は16ヘクトパスカル。えー、もちろん、えー、今日の段階ではまだ等圧線は非常にでぼやけて、 輪郭がぼやけてはっきりしていないんですが、この後徐々に成長発達を続けながら、北西の方角へ進んでいくのがお分かりいただけますでしょうか。日本列島のある位置に旗を立てておきます。この位置ですね。遠く離れた南の海上ではあるんですが、10日月曜日の午前0時の時点では、中心気圧1 0 0パスカル えー、周辺の最大風速、まだ台風の規定値であります、毎秒17メートルには到達しておりませんが、えー、フィリピンのビサ生諸島の東の海上にまで接近してきているのがお分かりいただけるでしょうか。えー、そして等圧線の輪郭もくっきりと本数があ増えてきているのがお分かりいただけようかと存じます。10日から11日のあたりになるとですね、色が濃い部分があ現れ始めております。 そして12日になりますと、えー、ついに台風の規定値であります、毎秒17メートルを超える最大風速18メートルを予報しております。中心気圧は995ヘクトパスカル。12日水曜日の朝予知の時点の予報になるんですけれども、それではこの後、台風1号3部の候補となる東圧線がどのように動いていくのか、 ご覧をいただきたいと思います。北北西の方角へ北上して上上がって でいきます続きまして、えー、ヨーロッパ中期予報センターのクショ章モデルをベースとします。ECMWF モードでも見てまいりましょう。まあ、GFS に比べてですね、ECMWF は予報がですね、顕著でないということで、うん、台風1号3部の統制もはっきりとした形では現れては来ないんですけれども、一番先の予報ですね、4月の15日土曜日の朝9時の時点の予報では、 中心キャッツ16ヘクトパスカルの非常に弱い等圧線が フィリピンビサイ諸島の東の海上に現れ始めております。これが ECMWF モードの最新情報となりますが、やはりこの GFS モードと比べるとですね、えー、顕著な違い。これだけの違いがあるということですね。比較しますと。えー、次、ドイツ気象格、ダイチャウェターディーンズの気象モデルをベースとします。アイコンモードでもご覧をいただきましょう。5日間予報になるんですが、アイコンモードもですね、非常に弱いながらも台風1号3部の候補となる 熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。これが4月の10日月曜日夜9時の時点の予報になります。中心気圧が17ヘクトパスカル。周辺の最大風速、台風の規定値である毎秒17メートルには達していない状態となっておりますが、まあこの3つのモードで共通して言えるのはですね、まあ、いずれにしましても台風1号3部の候補となる、この等圧線が、現れ始めるというところで、えー 血はしておりますただ、日本列島の本州へは近づいてこない、え、新旅装と、今の段階では予報でなっております。え、それでは気象庁の海面水温も見てまいりましょう。その海面水温の解説をですね、ちょっと 忘れていたんですが視聴者様からのコメントであそういえば海面水温もあったなということで、えー、解説をさせていただきますでこれは予報ではなく実況図ですね4月4日時点の海面水温の気象庁の実況図になりますで日本列島はこの位置にあるんですけれども台風一号南部の候補となる熱帯低気圧が現れ始めるパラショと近海のこの海面水温は早くもマックスのマ 角か,から30度を記録しているのが分かりいただけるでしょうか。この位置ですね。だいたいこのあたり、パラ諸島の近海から台風1号3部の候補となる熱帯低気圧の等圧線が現れてくるんですけれども、やはり海面水温がすでに高くなって、 ている記録が発表されております。予想図見てまいりましょう。一ヶ月先まで見ることができるんですけれども、範囲は狭いです。見れる範囲は狭いんですが、連休中の5月4日までの海面水温の移り変わりを予想で見ることができます。日本列島近海はまだですね、マックスの真っ赤から30度記録するこの海域は現れてこない予報になっているんですけれども、台風発生の条件の一つである海面水温26.5度以上、日本列島 東からですね遠く離れたこのフィリピン海の海上では現れ始めているというのが一つ注意すべき警戒を強めていただく必要がある点になりますそれでは6日時点の本日の気象庁の台風情報も見てまいりましょう4時56分27秒現在更新をしましたが現在台風情報を発表していませんとなっております従いまして台風の前進となります台風の卵熱帯低気圧も発生はしていないということになっ おります気象庁の週間天気予報のザ、まあ、ざっと見ていきますとこのような形になっているんですが明日7日はですね全国的に下り坂あ雨模様となりますそして8日からですね西日本地域から徐々に天気が回復してきて晴れの広がる地域10日の月曜日はですね全国的に晴れ間の広がる予報となっております ということで、まとめに入りましょう。結論から言いますとですね、非常に昨日の最新情報と比べると、また一転してですね、厳しい予報になっております。特にアメリカ海洋大気庁のあの気象モデルをベースします GFS モードですね。台風1号3分の後方となる熱帯低気圧の等圧線が きりと現れ始めているのがお分かりいただけるでしょうか。周辺の最大風速高いところですと、15日土曜日の夜8時の時点の予報では、最大風速毎秒25メートルを記録した状態で、日本列島へ近づいてくる予報となっております。ただし、この台風1号3分の進路予想をトロピカルティビットの GFS モードで見ますと、日本列島 の本州へは上陸する、つまり最接近する進路予ではなくて、小笠原諸島の近海を通過して北東方向へ、えー、退散していく進路予となっております。そして台風2号、マーワーの交付となる東圧線がですね、中心気圧979ヘクトパスカルの状態で、4月の21日の夜9時の予報として出されているということですね。 で、やはりこの台風の進路を決めるのはですね、これよりの力もそうなんですけれども、その他にですね、この気圧の変化も非常に重要です。つまりどういうことかと言いますと、日本列島の周辺にあります移動性高気圧と太平洋高気圧ですね、この2つの高気圧群バリアがですね、ガッチャンことガッチャン 対しててて日本列島の上空を覆いい続けてくれていればです、ね、台風は近寄ってくることができないんですけれども、ちょっとやっぱり、ですね気圧高気圧、高気圧群バリアの勢力は弱まっているときに台風2号あ、失礼しました、台風1号、3号があ若干、近寄りつつあるのかなというような予報になっております。ただ ECMWF モードはです、ね、同時刻 えー、4月の15日土曜日の朝9時の時点では、しっかりとした高気圧群バリアがですね、日本列島の上空を覆ってくれて、ガードしてくれている、守ってくれている状態にはなっております。えー、それともう一つ重要なファクター,ー、要素としましては、日本列島の上空をな、えー、高度1万メートルの上空を流れます。 この偏西風ですね、ジェット気流の動き、位置ですね、日本列島の南の海上にまで張り出している状態で吹いてくれておりますので、台風が近づいてきてもですね、日本列島の本州へは近づいてくる前に、偏西風、 の流れに乗って台風1号3部が離れ去ってくれるというような位置を偏西風、つまりジェット気流が流れている予報にはなっております。えー、ただですね、この偏西風もあくまでも予報なので必ずこの通りに流れるということではなくて、刻一刻と変化をしております。 ですから、まあ、今の段階ではこの3つのモードですねかなり日本列島の南の海上をこの吹いてくれている状態になっているので、まあ、台風が近づいてきても流してくれるというような位置にはなっていますが。 まあ、今後ですね、この、偏西風と、それから、太平洋高気圧バリアですね、この、二つの守護神の連携プレイに、期待をしたいところではあります。ということで、今後もですね、東台風速報チャンネル、台風に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。台風の動向が不安で心配で夜も眠らない方、 またそうでない方もぜひチャンネル登録の方をしていただくことによってですね、台風に関する最新情報を最速で入手していただくことができるようになります。防災に最大限にお役立て、フルにご活用をいただければと思います。私からは以上となります。